初代男爵、トマス・ハワード・ハワード・ド・オルデン男爵は、イギリスの男爵、貴族、イングランド貴族爵位、ノーフォーク公爵家分家たる、サフォーク伯爵家の祖トマス・ハワードが1597年に、ジョイされたことに始まる。幾度もの女系継承と保持者不在に陥りつつも、2004年以降は、チェルニン家によって、停止解除の後現在に至っている。 男爵家は1879年以降、相続によって、ロンドンの一等地、メリル・ボー,オーン地区の辞書を握っており、ゆえに、英国屈指の資産家である。四大男爵となった、グリフィン将軍。トマス・ハワードは、大倉教役内長官を務めた帝身で、サフォーク伯爵ハワード家の子祖となった人物である。彼は1597年に、ハワード・ド・ールデンとして、 議会招集を受けて、貴族院に列した。トマスはさらに1603年に、サフォーク伯爵へと少女したため、男爵位は伯爵くらいの従属爵位となった。その孫にあたる三大伯ジェームズが、男子のないまま死去すると、サフォーク伯位は、弟ジョージに継承された。一方で、男爵位は、議会招集によって成立した爵位であり、女系継承も可能であるため、 三大白の二人の娘間で優劣がつかず爵位停止となった。五大男爵となった第四大ブリストル伯爵その姉エセックスの曾孫ジョン・グリフィン陸軍元帥は、オーストリア継承戦争や七年戦争を戦った軍人で、コルバフ派の戦いや、バールブルクの戦いを指揮した。彼は1784年8月8日の貴族院決議によって、 かねてより生願していた男爵くらいの回復を果たした。また、グリフィンは1788年にもグレートブリテン、貴族としてノーサンプトン州ブレイブルックのブレイブルック男爵に助された。しかし彼には子がなかったため、元帥の妹、メアリー・ホイットウェルト三大博の娘のうち妹、エリザベスの子孫であるフレデリック・ハービーとの間で、再び保持者不在となった。 その後、メアリーが1799年に、このないまま亡くなると、フレデリック・ハービーが、継承者に確定、停止は解除されるとともに、彼の子孫のみが、男爵くらいの相続権者となることも定まった。1803年に、その五代男爵フレデリックが死去した際、彼には、次男とその孫息子が存命であったにもかかわらず、長男の女系の孫息子にあたるチャールズ・エリスに、 男爵位が帰属する形となった。男爵家の辞書に位置する有名なウィグモアホール6代、男爵チャールズは1845年に父からシーホード男爵を相続したため、二つの男爵位は統合されるに至った。彼は妻、ルーシーを通じて、ポートランド公爵家の有したロンドンの一等地、メルルボーンの辞書を相続、男爵家に莫大な資産がもたらされた。 その総尊にあたる9代男爵ジョンが男子なく死去すると、シー・フォード男爵は親族のコリンに継承された。他方、男爵位は、ジョンの4人の娘間で3度爵位停止となったが、熾烈な相続争いを制した長女メアリー・ヘーゼル、セルニンが2004年に、爵位の停止解除を受けるとともに莫大な辞書を、相続した。その10代女、男爵メアリーは、 ハワード・ド・オールデン・エステートを率いて、メルル・ボーンの辞書を握っており、その辞書は92エーカー。グループの資産は、推定46億ポンドに上るという。現当主である、第10代ハワード・ド・オールデン女男爵メアリー・ヘーゼル、カリドー・エン・セルニンは、以下の爵位を有する。四大男爵の紋章。グリフィン家、ノーフォークク家、ラティマー家、デラウェアや、ハワード家、ワーレン家、 モーブレー家、オードリー家の各文章が並ぶ。社位の法定推定相続人は、現当主の息子であるピーター・ジョン・ジョセフ・ツェルニン閣下。法定推定相続人の法定推定相続人は、その息子であるアレクサンダー・ジョン・ピーター・ツェルニン。ブレイブルック団社区位は、特別継承権に基づいて、親族のリチャードが相続してその子孫が現在に至っている。フレデリックは、 男爵位を継承する20年前に、父より爵位を継承、第4代ブリストル伯爵となっていた。彼の死後は、存命の次男が伯爵を相続し、この次男が、ブリストル公爵に除されて、現在に至っている。ありがとうございます。